皆さん、おはようございます。今日の思い出の英語、これは Have と Get、 この2つの違いをやってみたいと思います。 Have も Get もすごくよく使われる一般的な動詞なんですけど、まあ実際使いこなすとなると結構難しいですよね。で、まあ使われる状況によっていろんな意味になってしまうからですね。こういった動詞は基本的理論を、基本的論理ですね、をしっかりと押さえておくと結構応用が効くものなんですね。それでは行ってみましょうね。Have、これも get、そして両方ともね、手に入れるとかもらうとかいう意味で使いますけれど、もらって当然っていう意味で使うならば Have、 そして何とかして手に入れよう、これいう場合は get を使うわけです。例えばバーに行った時にね、ビールいただけますかっていう場合は、まあ当然バーですからビールは置いているはずですよね。そういう場合は Can I have a beer? Can I have a beer? っていうふうに尋ねるわけですよね。これは意識してそのプロセスを考えなくてもいい、当然のことということですね。そして反対にこのゲットを使う場合は、まあ、例えばね、カフェに行った時にコーヒーとか紅茶とか、そしてパフェとかいっぱいあると思うんですけれど、まあそこのお店にビールが置いてるかどうかわからない場合ね、そういう場合はちょっとね意識してプロセスを考えなきゃいけませんよね。その場合は Can I get a beer? Can I get a beer?カフェなのでね、ビールを置いてるかどうかわからないけれど、ビールをいただけますかというふうに使うわけです。だから手に入れるためのプロセスを意識するかしないかで Can I have a beer? って言ったり Can I get a beer? というふうに使い分けることができるわけですね。だから、まあ、当然もらって当然という意味と、まあ、何とかして手に入れようという場合とあるわけですけど、まあ、よく使われるのに道をね聞く場合、Can I go to the station?、駅までの道どうやって行けばいいですか。日本語だと行くなので go で、まあ、当然ですよね。だから How can I go to the station? でいいんですが、この場合 go はまあ当然行くということで、まあ勝手に行ってみればっていうことになっちゃいますけど、この反対に Can I get to the station? Can I get to the station? How can I get to the station? ですね。get を使うとなると、まあ私どうやって、どのようなプロセスを持って駅まで行けばいいでしょうかというような道を尋ねる言い方と合致するわけですね。だから、まあ、How can I go to the station? でも通じないわけではないんですが、 get を使うとより英語らしく意味がはっきりと伝わると思います。 How can I get to the station? Get to this 使ってみましょう。セサミストリートの歌にもありましたね。How to get to Sesame Street、ね、こういうふうな言い方もありますよね。まあ、例えばね、こういうふうに単語を選び間違えたりするとね、怒りを込めた反語になるわけですね。まあ、とても忙しくしていてね、駅に行く暇などない人にね、唐突に、そろそろ駅に行けばなんてね、勧められたとしますね。そうしたらその忙しい人はね、反対に怒ってですね、How can I go to the station?私がどうして駅に行けるというのかみたいなね、ちょっと怒りの入った言い方になるかと思います。だからハブは、まあまあ、当然持ってる、そして手に入れるという形、ゲットというのは、まあ、ちょっとその手に入れるまでのプロセスを考えなきゃいけない、こういうふうな形になります。分かっていただけると嬉しいんですが、また木曜日の夜に、この辺もうちょっと詳しく説明していきたいと思います。それではまた木曜日の夜お会いしましょう。さよなら。